皆さんこんにちは。いつもたくさんのご視聴ありがとうございます。いよいよこの地球に本当に何が起こっていたのかシリーズ全13回の第9回に入ってきました。これ以降9回から13回までは3日に1回のペースで更新していきたいと考えています。単純に動画一本の長さが長いからです。すべて1時間前後の長さとなっています。今回9回目の動画は再度 YouTube の検閲対象になる内容となっています。これはもろにマスコミや SNS がどのように検閲をしているのかということを題材としています。この YouTube の検閲対象についても話題は及んでおります。そして特にフラットアースはなぜか議会やテレビ番組などでも全方向的に袋叩きになっているということが分かりやすくまとめられています。日本ではフラットアースの知名度自体が低いためほとんどどこからも触れられないということがありますが、この動画を翻訳しつつ日本でもたまにフラットアース論についてコテンパンにバカにしているケースがあるなと思い出されました。それは反ワクチンの医師の方が最近発言していたり、何かどこかでやはり結構なサブカル系のスピリチュアル系の発信者の中にもいきなりフラットアースをある種その論理的なバックグラウンドも知りもしないのに全否定しているということがあるようです。必ずしもこれらの現象が何らかの支援をどこかから得ているので発言しているとも思えませんが、対して内容も知らないのに頭ごなしに否定しバカにするというアプローチはそれそのものが間違いですし浅はか、加えてこの動画によれば闇の存在が躍起になって否定しており、ある種のパニックというように指摘しています。この動画を見られている多くの人たちが陰謀論という言葉そのものが真実を知ろうとしている人たちの言論について信頼度を落とすために作られた大変悪意ある言葉であるということをご存知だと思います。私がこれまでここで紹介してきた動画のほとんどを常識から外れているということを理由に陰謀論だと片付けることは安易でかつ浅はかであるということを皆さんは納得していただけるとは思いますが、それでも多くの人たちにとってはそのようなバイアスをかけてメインストリームの言論に寄せていきたいという気持ちが働く傾向があります。そのメカニズムについても分かりやすく説明されていて、それは多数派から外れた変人に見られたくないという恐怖をマスコミが煽っているというメカニズムがあるということです。大規模な情報操作の作戦が敷かれていて、そのメカニズムをこの動画では明確に認識することができます。もしかしたらそれを逆手にとって大衆に働きかける方法もあるかもしれないと個人的には思いました。それでは今回の第9回パニック、ぜひ最後までご覧ください。動画は前々回同様に、テレグラムとルーチューブで前編公開していますので、こちらの動画概要欄のリンクからぜひご覧ください。それでは今日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。